はいどうも皆さんこんにちは。なたです。新田のダンススクールやってまいりました。いや、ということですね。さあ、やってまいりました。今回ですね。えー、クインダム2第7話がついにダンスユニット対決というところで、こちらですね。まあ今、波乱の展開というふうに予告も出ておりますけれども、実際、どういうふうになっていくのかみたいな部分をちょっとね、こう、予想じゃないですけども、していきたいなというところでございます。収録よろしくお願いします、はい。まあでもね、これ、あの、予想、 予想してくださいっていうですね、リクエスト結構多かったので、ちょっと考えてみたんですけども、最初に申し上げていきた,たいなというふうに思ったのは、マジでめちゃくちゃ難しいです。テイストも違いますし、多分どのチームさんにも、それぞれの多分良さがあると思っていて、 あとは、これだから僕らの、その見てる人たちの視聴者さん的の良し足しと、現場の方たちの良し足しとまた違うんだろうなっていうふうに思ったんですよね。その迫力だったりとか、音だったりとか、なんせその一回しか見れないわけじゃないですか。で、今までにもその他の方たちのパフォーマンスを見てきた中で、えー、こう比べていくってなると、 もう正直インパクトに残ったチームどこみたいなそういうお話になってくるような気もするんですよね。なので爪痕をいかに残していくのかっていうのが割と今回大事になってくるんじゃないかなと。ドゥンドゥンってのはっのタイミングでね、このライトが毎回パッってこうビームが届く感じね。気持ちいいですね。はい。 で、えっと、最初の予告編の方を見ていくと、おむじちゃんにちょっとこう、フォーカスが当たっているところもあり、あの、ちょっとここでね、あくびをするダヨンちゃんというね、あの、貴重なシーンも見れたりしますけれども、少し後悔しましたと。私の能力はこんなもんじゃないのにという、まあ、コメントがある通り、かなりやはりですね、今回、えー、ハニージェイさんがね、作られているそのパフォーマンスというところには、難易度の高さを感じているところがあります。多分、難しいと思いますし、あの、韓国の、今のその、 えっと、ストリートマンファイターとかでも、かなりこう、ダンスが白熱しているというところがありまして、すっごいレベル高いんですよ。で、すっごいいかついんですよね、ダンス、お一つお一つが。で、そのいかつい先生が笑顔でこうね、メンバーの方たちに教えてるこの光景です。見てください、ここの、モサたちを、みたいな。シ <laughs> ミちゃんも結構やばいですからね、ダンス。っていうふうに考えていくと、かなり、えっ、ー、と、メンツで言うと揃ってるグループかなっていうふうに思うんですよ。プルルチーム。なんですけれども、 スタジオがめっちゃ可愛いっていうね。ここもちょっと気になるところかなっていう。後ろがかなりなんかハッピーというか、なんか前衛的というか、なんかね、イラストが可愛いのよね。d b g ちゃんたちのチームなのかしらなんて思ったりもしますけども。っていうところで、まあ、この、生半可なね、挑戦をしたかもしれないっていう葛藤もありながらも、でもそこをこう、おむじちゃんが乗り越えてパフォーマンスをしていく姿が、こちらになるというところで、まあ、非常にこう、 期待ができるんじゃないかなっていうふうに思いますし、かなりヒップホップなテイストで、えー、来るんだろうなっていうところが、まあ服装からも予想できるといいますか、このダメージジーンズのね、神美先生というところと、ヒカルちゃんのこの反り具合でございますね。なんかちょっともう、すごいとこまで反ってるのよっていうことで、えっと、 現場の評価団の方たちにいかにインパクトを与えられるのかというところにおいては、えっ、ー、と、ダンスにおいてはやはり人間離れというか、信じられないぐらい揃ってるとか、信じられないぐらいすごい動きを目の当たりにした時の、 インパクト、衝撃っていうものが頭に残って、このチームのダンスすごいっていう印象にやっぱなってくるんですよ。変換されていくので、そうなってくると、えっと、ダンスのその質感とか世界観っていうものも大事なんですけども、いかにもインパクトのあることができるかにかかってくるのが、えー、大きいんじゃないかなっていうふうに思っていて、その点で言うとやっぱこのヒカルちゃんはかなり鍵になるんですよ。 えっと、ヒョリン姉さんが今までこう、勝ってきてる良因って何かっていうと、やっぱインパクトだと思っていて、ライブ感だったり、なんだりっていう、その、スキル、テクニックっていうところではなくて、もう、迫力なんですよね。だからそれぐらい、もう、ビッグパンチが口の中でパーンってこう、もう、炸裂するようなものが、陶器さえすれば、 あの、プルルチームにも僕、賞賛があると思っていて、ヒカルちゃんがその点をかなり今回、えー、担うような予感がしている。 で、ハニージェイ先生もそこを分かってるのでヒカルちゃんをセンターにした部分はあるんじゃないかなっていうふうに思っているところがあります。で、プルルーさんたちの曲、えっと、今デモが出てるじゃないですか、ダンスの映像の。それも聴いていただくと、ニャーっていうその可愛い音楽の後に、いかついヒップホップの音楽がドーンっていうふうに入ってくる構図にもなっているので、音的にも耳的にもかなり印象に残りやすいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。しかも一発目のグループなので、それで言うと、おつかみとして、ダンスチームの 一発目。これ、歌のチームが先にやってて、同じ収録日にやってますよね。おそらくね。メイクとかその状態、あの、一緒だったなっていうふうに考えると。ってなると、歌、歌、歌、ダンス、ダンス、ダンスなのかなみたいな。ちょっとわかんないです。厳密にはわかんないですし、もしかしたら評価団の方たちが入れ替わってる可能性もあるので、ちょっとわかんないんですけど、あの、もしその順番における優位性みたいなものが、 えっと、影響するのであれば、この連チャンでもし来てるのであったら、えっ、ー、と、ここのプルルチームが一番であるっていうのは、実はあんまりデメリットにならないような気もしているんですよ。うん、どちらかというと、ダンスが一発目に来た方が今まで歌歌歌って来てたので、会場はその分でもう盛り上がってると。 ってなった後に、一発目のダンスが一番新鮮味があるんじゃないかなってちょっと思ったりもするんですよね。で、その後にまたダンス。で、最後にもう一回ダンスっていう風になると、見てる方たちのその目のその新鮮さって、またちょっと変わってきそうじゃないですかっていう風に思ったりもしているので、一番目にプルルっていうチームが出てくるのは、もしかしたら賞賛なんじゃないだろうかっていう風に思ってます。まあその順番がね、どう影響してくるのかっていうところのお話なので、 順番ちょっと正確にまだ把握できてないんですけど。で、お次はですね、タミナチームということで、まあ、やっぱりもうこの、モニカ先生の、おい、ミスしたんか っていう時のこの顔ですよね。誰がミスしたんみたいなところのそのお話とかもあったりしますし、ちょっとこうね、あの、入れ墨が入った部分というのはさ、この腕のいかつい部分とかもね、あの、テープ貼るんですよ。韓国の番組では絶対に入れ墨は NG なので。なんですけど、もうもう、あの、普通にはみ出ちゃってる感じとかさ、もうすごいじゃないですか。誰がミスしたのっていうね。これはおそらく、リハーサルの段階での、うんと、映像だと思うので、 本番はここを解消して出てくるんじゃないかなっていうふうに思って。で、タミナチームに関しても僕めちゃくちゃこれは絶対やばいだろうなっていうのはやっぱ感じていて、皆さんもそうと思うんですけど、ただ今僕らがそれを感じてるのって映像で見て映像でダ,ダダダって出てくるところを見てるので、これはやべえってなってるんですけど、現場の評価団の方たちってリアルタイムで見てるので、多分ここが映像越しのあれじゃなくて、実際にリアルタイムで見たそれになってるんですよね。だから僕たちの感じてるこの感動を と同じだけのんボリューム感で感動を得てるのかどうかわかんないというか多分別の種類の感動になってるんじゃないかなっていう風に思うんですよで、音楽もちょっとシックだし衣装の感じとかもこうシックにまとめてるじゃないですかここのシーンむちゃくちゃかっこいいんですけどやっぱ寄ってるからこそのかっこよさもあるのかなって思ったんですよってなると音楽のキャッチーさみたいなものというよりちょっと 空気感というか、世界観で見せていくチームだと思うので、その世界観って結構ね、難しい。世界観重視で、ちょっとこう、こだわってる世界観が、果たして見てる方たち全員に本当に届くのか、その良さが届くのかって言われると、まだ分からない部分があるんですよね。映像とかだとね、結構こう、伝わってきやすかったりするんですけど、なので、あとはもうメンバーの方たちの本当にその実力と、 踊って、今日のダンス、もうこれをやって、もう、もう無理だって思えるぐらいまでやりなさいっていうあのモニカ先生はね、私何年ダンスのレッスンしてきてると思ってるっていうぐらいの、あれぐらいやっぱ熱血の先生に教わってるの、もう皆さんの表情全然違うじゃないですか、もうなんか、本当に超プロ集団みたいになってるので、 あの、内容で言ったらめちゃくちゃやばいと思うんですよ。うん。あの、他のチームさんたちと違って、多分タミナチームが一番その質感で攻めてくると思うので、そこで言うとかなりえげつないパフォーマンスが見れると思います。ただ、現場の評価団の方たちの評価がどうなるのかっていうのが、ちょっとまだ読みにくいところがあるかなっていうふうに思ってます。はい。そして、えっ、ー、と、ラストが、えっ、ー、と、カブーンチームかなこんなジャンルを今までやったことがないと。 ちょっとこうね、険しい表情でよろみちゃんも見てます、モニターをというところで、一体どうなるのかっていうところで、救世主のごとく現れるのが私が中心になるからということで、ヒョリン姉さん、ここでまたちょっとね、この癖の強い縄を持ってるんですよね。で、この縄がダンサーさんたちの足についてます。で、ダンサーさんたちのちょっと格好を見ていただくと、もうなんか、こういう形になってて、いわゆるボーンブレイクというか、骨抜きというか、軟体動物の動きをするダンサーさんたちをここでアサインしてるんですよ。なので、何かその、 もう <laughs>、勝ってるっぽいですよね。と、特殊な人たちよっていう世界観がかなりまた分かりやすくて、少し異質な盛り上がりを見せてくるんじゃないかなと。で、ここのこのヒョリン姉さんのこの傾向の <laughs>、あの、ベスト、この輝き、そしてこの目元の強さ、怖い表情でもうここは私に任しときっていうところで入ってくるので、ヒョリン姉さんのこのライブ感がまたいかに会場を飲み込むのかっていうところで、 多分、飲み込むと思うんですよ。ヒョリンネンさんが。また食っちゃうと思うんです。ってなった時に、そこに対抗できるのが、僕、ヒカルちゃんなんじゃないかなっていうふうに思う。そのぐらいの、えー、現場を飲み込むライブ感みたいなところで、いかに、えっ、ー、と、他のチームさんが対抗するか、インパクトをインパクトで返すかっていうところのバトルになるんじゃないかなっていうふうにちょっと見ていて、やっぱりこの、ラチカ先生たちが、皆さんが、これ、すごいやばいじゃんっていうふうに言ってるので、 やっぱやばいと思うんですよ。あのー、ここの、えっと、カブーンチームは。ってなってきたときに、やっぱインパクト勝負になったときに、どうだろうな、タミナチームのこのインパクトというか、その質のいいインパクトが、どこまで伝わるのかっていうところがちょっと気になっていて、で、プルルチームのそのインパクト。ただ、ヒカルちゃんのこの顔を見たときに、これ1位の顔じゃないっていう。ヒカルちゃん結構わかりやすいじゃん。2位でこの顔はしないと思うのよ。 ってなってくると、ちょっと1位の可能性もあるのかなっていうふうに見ていたりもします。ただ、えっと、そこの1位を取る要因としては、先ほど申し上げたような要素があるんじゃないかなっていうふうに思っていて、で、カブンチーム、これちょっとね、どっちなんだっていうふうになってるところでございます。個人的には、カブンチームがー、2番目取るのか、もしくはそのインパクトっていうところで、えっと、プルルが取って、で、 猫みたいなこの要素って、実はその、タミナチームにもあったじゃないですか。ってなってくると、ちょっとね、うんタミナチームが、もしかしたらこの印象で被っちゃったことによって、えー、カブンチームが2位で、 タミナチームが3位なのかなっていう風に見ているところもあるんですけども、正直もう全くわかりませんというところです。とにかく、あのー、本当に最高のパフォーマンスをどのチームさんも、あのー、繰り広げてくださると思うので、ぜひですね、これは楽しみにしていきたいなという風に思っているところでございます。皆さんの感想ですね、あとは予想、ぜひ、え、下の方からいただけたらなというところでございます。本番ね、楽しんでいきましょうということで、現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、つえ